関係が冷え込んでいる日中関係、安倍総理、領土問題などをめぐって力による現状変更の試みは許されず国際秩序や法の支配が尊重されるべきと中国を批判していますこうした中、中国の習近平国家主席、3月にドイツを訪問しましたこの時にドイツのメルケル首相が外交のお手本を見せてくれたという話題なんです内子さん、この記事の見出し、古地図、古い地図でギャフンと言わせたということなんです これはどういうことでしょう、はいあの、ギャフンと言ったそうですよ、ええ、<laughs> まさか、まさか、習近平さんがギャフンってこあの表情から見たにはもうギャフンとしか<ー>あの見えない言、言ってるとしか見えないという表情だったようですけどね、これ、ドイツでに、まあ、の習近平主席が行ってで、はい、歓迎晩餐会を。 ドイツ側がやったその時のことだそうですけれども、えええー、メルケル首相がですね、まあお互いにその、えー、首脳同士でプレゼント交換っていうのをやったそうなんですけどもね、えー、それでそのメルケルさんが、えー、習近平さんに、えー、骨董地図の複製ですね、はい、を渡したそうなんですよ。その地図っていうのは、えー、1735年に、えー、フランスの地図学者が作成した、 中国の地図で、ええ、原図ではもちろんなくてですね、ドイツの出版社がその複製し取ったものらしいんですけれども、えー、元々はですね、当時、1735年当時、イエズス会の宣教師らが、えー、現地で実際に行った調査をもとに作図したものだそうです。はい、これあのこの地図については、アメリカの外交誌のブログがありまして、そこにその原図に残されていたラテン語の説明によると、 中国本土の全体図を示していると、なので、当時は中国の領土っていうのはこれだけだったんですよという、およそ280年前ですけど、はい、その時はこのくらいだったんだと、その地図にはですね、えー、チベット、新疆ウイグル自治区ですね、はい、満州で、ええ、尖閣諸島なども当然含まれてなかった、ええ、含まれていなかった、はいなか、書いてなかったんですね。 こんだけしかない領土はこんだけしかないという地図を渡して、今ね、あんたたちが言うてる、こんだけ領土あるよって言うてるのは、その1735年以降、まあ、大幅に無理やり取ったやつじゃないかと、チベットとかね、尖閣とか、中国の領土って全然書いてないやないのと。 あんまりね、あんたね、もう、金平ちゃん、あんな無茶なこと言うたらあきまへんよ。<の>と、あの、メルケル・ボーハンは、ちゃんずけです。ちゃんずれです。うん。という、まあ、あの、心の中でね、<い>そういうふうに言って、こう、渡したと。という、うん、まあ、これはね、外交のえテクニックとしてはかなり高度な。 テククニックだなという評価ですよね、えー、でその小地図を見せた、まあ、プレゼントしたわけですけれども、はい、それを見て、中国がどういう反応したんですか、えーあのー、その贈呈した、渡してる時の写真っていうのがあるんですけれども、<っ>それ見ますとね、金平ちゃん習近平ちゃんは、うつむいて、なんか、<laughs> そこでやっぱりャフンと言ってるんじゃないかと。<laughs> 弱い子供みたいなイメージなんですけど、<laughs> <うね S 2> 中国の国家主席ですからね、<laughs> <えー S 1> 今回のね、そのドイツ訪問に先立って、習近平さんは、メルケルさん側に対してね、ユダヤ人。 大量虐殺記念施設ってありますけどね、えー。そこに、あの、メルケルさんと一緒に行きたいなと、視察したいなという申し入れもしてたそうなんですけども、まあこれも、あの、メルケルさん側から、アホなこと言いなはんな、という。<お>まあそれはやっぱり、その、政治的にね、あの、習近平が中国側の、こう、思惑に利用されたくないということで、えー、まあ強くも、あの、ピシャッと跳ねつけたそうなんですけどもね。<お>まあこれで、そのメルケル首相、 まあドイツ側っていうのは、中国に対してちょっとこう上の方に立ててるというような感じがすごくします、ねえー、コントロールしてる感じがでも、この習近平主席のうつむき加減、その古地図をもらったときのです、ね、えー、そのときに何を思ったのか、まあ、逆と思ったのか、<laughs> あとは、おい、下準備してた係の野郎ども、何やってんだって そういうこうぐつぐつと腹辺りに言えくり返るような思いもあったんでしょうねしかしまんまとメルケル側にメルケル首相側にしてやられたというこれはチャンネル登録もよろしくお願いします。